Everything okay? 今回のワールドタイムは記念すべき2周年目を迎えました。マザー牧場でまったり企画になっています。レディー、これは私の手に負えるかどうか。よかったね、こっち正解だわ。そうそう、うん、ちょっとね、人気がさっき多かった、いいところばっかだったんで、ちょっと人気が少ないところ行こうかなと。チョイスしたね。大正解でしたね。こっちに、こっちで正解だったね。だよ、ここが人少ない理由が分かったよ。バスが迫ってくるよ。このバスから逃げろ。ミッション、やばいやばい、逃走中よ、逃走中。ワールドタイムはご覧のスポンサーと、その他のスポンサーはいません。じゃああれだね、ワンちゃんのお尻追っかけていきますか。何これ、停留所がある、停留所。やべえ、なんか山登りしてる人みたいになってる。大丈夫、山に行くかい、ための人よ。この先は熊が出るから気をつけた方がいいぞ。なんか田口という不審者が現れるんじゃなくて。どこにおるんじゃ、それは不審者は。なんかね、さっきね、ワンワンバスがね、はい、撮ってた時にね、運転手の人が、うん、ここには田口という猛獣がいるから気をつけてねって言われて。言われた。そうそうそう、うん、多分十中八九俺のことだと思うよ。いいじゃん、本当のクラシックカーね。ああ、クラシックカー。そうそう、ゆったりとね、ゆったりたっぷりの三日月、ホテル三日月。三日月さんからオファー来るか。あれ、ユウ来ちゃうのよ、ユウ来ちゃうのよって言われる。違う、社長さんだね。違う、社長さん、ホテル三日月。社長さんはね、ホテル三日月の社長さんからね、なんかもしかしたらオファーが来るかもしれないですよ。確かにね、可能性あるね。マザー牧場でゆっくりね、これ楽しんだ後にね、ホテル三日月で宿泊しようとかね、温泉でまったりしようっていう人が今後出てくるかもしれない、すでに出てるかもしれない。でいずれ新しいゴールデンコースとして確立されるかもしれない。そのためのおすすめコースを僕たちが今おすすめした。だから今ほら、千葉のガイドマップとかあるじゃん、あれよりもうちら最先端行かなきゃダメだね。滝の先を行くこと、そう、こう要するに動画じゃん、うん、だから動くガイドマップをうちら作るんだな。だから例えばグアム行こうってさ、グアムのさ、うん、ね、買ったりするでしょ、買ったりするでしょ、それと一緒よ。だから千葉県行こう、何があるから、よし YouTube 見てみよう、あーワールドタイムすげえ乗ってる、こうなるわけです。そうなってほしいね。でもね、そうなってほしい、うん、まあ一生来ねえけど、うん、来る、大丈夫、信じろ、一生来ねえのせい、どうせこねや、再生回数があんなポッチで絶対誰も見ねえよ。見ねえな、チーとかピカとかみんな見ねえな。じゃあここでライブしましょうよ。あ、ステージあったの、うん、あそこに、あんなとこにステージあったんで、まあちょっと立ったら崩れそうなステージだけどね。人生終わったら俺にぴったしのステージだ。ぴったしだね。ぴったしすぎてもう俺涙が出てきちゃいそう。じゃあ俺もぴったし、目が飛ばすぞ、目が飛ばすぞ。お母さん、マザー牧場どこ、まだまだよ、まだまだよ、はい、まだまだよ。どうしたの、落ち着こうよ。そろそろ落ち着こうぜ。マザー牧場さん、ぜひとも今のテーマソングにお願いします。 100% こだわらないで。これ見て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 、フルーツジュース、ここで採れたフルーツジュースやってます。ここなんかフルーツ農園もね、マザー牧場さんやってまして、今何月だっけ、うん、9月、今日は9月さ、やっぱりさつまいもなんだね、うん、いいね。これ見て、ほらマザー牧場で採れたブルーベリーの実を使用して種の食感を残したブルーベリージュース、いやー、いいね。当店限定、ここしか飲めないんだ。あと新発売、当店限定いちごジュース、本日は一発ベニホッペでございます。やばいね、これ俺だから、俺多分俺も、じゃあ俺よし、じゃあ自分じゃあブルーベリージュースください。はい、ブルーベリー、アイアイブルーベリーアイ、本日のいちごベニホッペのいちごジュースを、はい、
ゃあ当店限定おすすめのマザー牧場のね、あの本日いちご紅ほっぺのいちごジュース、こちらを飲んでまいります。どうかな、おいしいかな。あ、すげえ広がる。いや、果肉感すげえな、本当に。これデマじゃない、これ本物ですよ。確かにこれ本物の味がする。モノ本ですか。モノ本の味がする。これ味が、大好きなブルーベリー、目にも絶対いいポリフェノールたっぷり。広がるこのね、ブルーベリーのほのかな、このなんとも言えない上品なんか目が良くなっちゃう。良くなった、良くなってきた今。見える、今なら何でも見えるよ。